イアン・パトリック・クラークは、アメリカ合衆国、テネシー州メンフィス出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。メンフィスの高校で活躍した後、同じテネシー州ナッシュビルにある、オハイオバレーカンファレンスに属するベルモント大学に、進学。それまで所属していた、アトランティックサンカンファレンスのファーストチームやオーバックの、最優秀選手や、 最優秀守備選手に選出され、NCWA トーナメントにも出場するなど実績を作ったクラークだったが、2013年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。クラークは、同年夏の NBA サマーリーグで、マイアミヒートとゴールデンステートウォリアーズの一員として参加。ウォリアーズの一員として参加していた。 フェニックス・サンズとの試合で33得点を記録したことで注目され、7月29日にユタ・ジャズと2年契約を締結した。しかし、ジャズでは十分に出場機会を得ることはできず、D リーグで過ごすことが多くなり、結局2015年3月26日に解雇。2日後にデンバー・ナゲッツと契約し、残りシーズンを過ごした。二千十五年七月十五日、 ゴールデンステートウォリアーズと契約。ステフィン・カリー、クレイ・トンプソンの先発陣に加え、アンドレイ・グダーラ、ショーン・リビングストン、リアンドロ・バルボサといった強力ベンチ陣の中で66試合に出場。12月30日のダラス・マーベリックス戦では、欠場したカリーの代わりに先発で起用され、21得点を記録。プレーオフ回戦のヒューストン・ロケッ戦の第戦では、 21分間出場し11得点を記録。第4クォーター終了間際には一時逆転となるレイアップシュートを決めた。2016年7月7日、ウォリアーズと最低保証額で再契約した。11月1日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では自己最高の22得点を記録し、127から104の対象に貢献した。 1> 約1月半後の12月17日には同じくブレイザーズを相手に再度キャリアハイを更新する23得点を決めた。2017年3月11日のサイアントニオスパーズ戦ではベンチからの出場ながら33分の出場でさらにキャリアハイを更新する36得点を挙げた。ウォリアーズの選手が ベンチからの出場で30得点以上を挙げたのは2014年のジョーダン・クロフォード以来のフランチャイズ記録である。その後もベンチプレイヤーとして奮闘したクラークは6月12日、念願の NBA チャンピオンに輝いた。2017年8月1日、ニューオーリンズ・ペリカンズと1年160万ドルで契約した。ありがとうございます。